Hello, this is Hiroshi Hayashi, Dragonfly 111 Coot, USA. UFOs over Arizona in Japanese. この UFO が今日一日中気になりましたので、もう一度検証してみます。Dragonfly さんからですね、このようなメールが届いています。まあ喜んでいただけるというのは本当に嬉しいことです。でドラゴンフライさんはですね、ここにお見せした UFO、まあ、今冒頭にお見せした UFO については当初気がついてはおられませんでした。でまあそれを私が発見してお教えしたところですね、まあこのようなお礼の礼の手紙がメールが届きました。でもう一度実はですね、私も見落としていたんですけども、もう一度同じ UFO が瞬間太陽の光線を受けてですね現れますから、ご覧ください。で私はまあこのメールに書きましたように、信頼の受ける方からこのような動画を直接送っていただいたのは初めてであります。左の上の方に現れていきます。注意深くご覧ください。瞬間動いて消えますから、いいですか、見えましたか。今上に見えて下へ逃げていきましたね。でこれはドラゴンフライさんも初めはカメラの、まあ、レンズのね、故障であるというふうなことを書いてらっしゃいました。これ A の方ですね。これはオリジナルです。で、今度は4倍速にしてみます。400% は速度を落としました。で、2つ並んでますが、上の方はなんて言いますか、光のハレーションを受けたゴーストのようなものではないかと考えられます。この赤い方はそうではありませんね。確かに色を変えてますし、何なんでしょうか。今度は一コマずつ追っかけてみます。これコマを追っかけてみたんですけども、一つはその何て言いますか、太陽に対して常に平行に赤い光が出ているということなんですね。その上、それでいながら形を微妙に変えているということは、太陽の光を受けなかった部分だけ赤が残り、受けた部分は赤が飛んでいるということになるんでしょうか。今度は拡大してみます。で左の白いのは、これは何だか分かりません。でこれをまあもう少し拡大してみますと、まあ、要するにこれは事実ですから、この事実をどのように解釈しどのように判断するかは私たち一人一人の問題ということになるわけですね。でドラゴンフライさんはですね、この、まあ、この動画の中に送ってくれた動画の中に、続くビデオの中でもう一度皆さんにお見せしますけども、小さい UFO を見つけていらっしゃるんですね。確かに。で今の UFO も太陽に対して平行というか、まあ、太陽の光を反対に受けながら、よくご覧くださいね。いわゆるその何て言いますかね、お椀型とか、あるいはそのお皿型の UFO であればこういうことは起きないわけですよね。ですから球体でありながら
太陽の光線の方の部分だけこういう形を示しながら、そしてまた反対側へ消えていったということになりますね。で、まあいろいろとこのコントラストを上げたり、サイドを上げて、あのサイドというかね、明度を下げたり、あるいはガンマを上げたりして様子を見てみますが、皆さん果たしてこれは何なんでしょうか。あの UFO 問題はいつもそうなんですけども、あのいわゆる検証ができないんですね。ですからこれが UFO であるとも断言できないし、これは UFO ではないとも断言できないし、その綱引きの中で迷うわけですよね。まあ、UFO 問題の難しいところはここにあるわけです。ここにそこに現物、手で触ることができるような現物があるわけではありませんのでね。はい、ということで最後にもう一度B のところで出た UFO を今度は10倍速で見ていただきます。ほんの数コマしか出てきませんが、10倍速で見ていただきました。スーッとゴーストと一緒に飛び出ていきましたね。ということで Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Dragonfly, 111 Cute.Arizona, USA. April the 24th, 2014. アメリカ在住のドラゴンフライさんという方なんですけども、女性の方です。息子さんが現在日本の米軍基地で、兵士をなさっていらっしゃいます。勤務なさっていらっしゃいます。で、このドラゴンフライさんという方は現在、離婚なさってアメリカに一人で住んでいらっしゃいますけども、まあ、近く日本へおいでになるということもあり、連絡を取り合っています。そのドラゴンフライさんが、ある日ですね、というかまだ 2,3 日まである日なんていうものじゃありませんけども、ヘリコプターをな飛んでいるもんですから、ヘリコプターをこの今このご覧になっていただけるようにヘリコプターを追っかけて、まあ、ビデオを撮っていらっしゃったんですね。でその時にちらちらとこうおかしなものが映るってことは気づいていらっしゃったみたいです。で、まあ、ずっと今ちらっと見えたんですけども、左の上の方にね。で、まあ、こうしてヘリコプターを撮ってたんだと。そうしましたらUFO らしきものが映ったと。で、私にですね、これが何であるか一度確認してほしいという、と書いていらっしゃいましたというメールを私はいただきました。それで、まあ、これからそれがどんなものであるかということを皆さんに見ていただきますが、まあ、飛行機をこうしてずっと撮ってらっしゃったんですね。まあ、何かおかしいぞという感じだったんではないでしょうか。ここなんですね。よく見てくださいね。ちらっと見えましたね。それはずっと右の上に上がってきましたね。2倍速でやっています。これなんですね。で、これ1コマずつでもう動いてますから、かなり速いスピードで移動しているということはこれで分かるわけですね。飛行機雲と比較して、これ4倍速です。で、データですから、アナログのように線は流れませんがね、瞬間瞬間に撮ってきますから。で、もう一度別のシーンを見てましょう。で、もうこういうのがですね、まあ、全体で7、8箇所映ってたってことなんですね。分かりますか？今、2倍速で左の下へ来て、コースをここで変えるんじゃなかったかな。消えましたね。ごめんなさい。で、今度は4倍速で見てみます。ここに今矢印のところですね。それ上へ上がっていきます。上へ上がっていきますね。そして飛行機雲と比較してくださると分かりますように、急に反転して、今度は平行に走って飛んで、そして今度はまたというふうに、まあ、コースを変えながら、ちょっと想像もつかない速さですね。飛行機じゃもちろんありません。で、もう一つのシーンを見ていただきます。今度はこの辺りから現れます。いいですか？スーッと左の下へ流れて、ここで U ターンして、ほぼ直角にコースを変えてますね。そして上の方へ消えていきました。で、このもう一つこれを見てください。で、ずっと今度は4倍速にしてみました。で、今度下へ来て、
でこれ、まあ、今度上行きます。これ比較的大きく写ってたものなんですね。それで、まあ、これをですね、私なりのやり方で、まあ、分析してみたんですけども、もう一度やってます。今度は4倍速です。まあ、ちょっと先ほど色を変えてもう一回よく見てくださいね。右の線 の, あの飛行機雲の下から現れましたね。そしてそれがこれはまさしく UFO ですね。まあ、あのトリック、フェイク、あるいはホークスではありませんね。まあ、まあ、一つはあのドラゴンフライさんという方をですね、私はあの今までいろいろとメール交換なんかしてますけども、非常に誠実な方でですね、まあ、あのそれのいわゆるその付き合いがあるということですね。そして、まあ、私はあの彼女を信用しております。そして、まあ、そしてというか、そういうインチキをなさるようなタイプの方ではないですね。で、これはあの今の映ってた UFO を拡大してみました。まあ、明らかに UFO ですね。別の写真をあのまたやはり300倍、300倍、200倍というふうに拡大してみます。で、飛行機、まあ、こういう時に最初に疑うのはやっぱり飛行機なんですけどもね、飛行機的な形をしているかどうかってことですよね。飛行機のような形をしているかどうかって。これも中央やや右下あたりにありますが、これも拡大しています。これがあの後であのもう一度あの精査しますので、よくこの形を覚えておいてくださいね。これはあの北海道の友人が見たあの UFO の形に似てるんです。真ん中に目の玉のようなものがあって、周りがぼんやりしてたっていう 目みたいだったっていうふうに表現した人がいらっしゃいました。じゃあここなんですね、問題は。これね、ドラゴンフライさんも、ね、気が付いていらっしゃらなかったみたいです。あまりにも瞬間にこのカメラを、ね、移動している時に映ってたんですね。ですからあの最後のところでパッと映ってるというか、そういう感じだったんですね。カメラをもうほとんどしまう段階で、あのカメラをこう空に向けていらっしゃったんですね。わかりますか？今度2倍速でやってみます。いいですか？左の方から出てきます。あの光のハレーションもありますからね。それはあのもちろん計算に入れなくちゃいけませんけども、私も最初これ 見た時にそう思ったし、そう思いましたし、またそのドラゴンフライさんもそう思われたと思いますよ。スッと左の上へ消えて、今度は右の方へ降りてきますね。で、ライトが映り込んだのかな、ライトというか家の、ね、電灯かなんか映り込んだのかなと思ったけど、そうでもないですね。では今度は4倍速でやってみます。4倍速でやってみます。左の方から瞬間出てきますが、で今メモ、ドラゴンフライさんのメモを見ても、この画像のことは何も書いていませんでしたね。ですから、まあ、普通の速さで普通に 見れば太陽をパッと映して、それでハレーションが映ってるなで終わってしまったと思うんですよね。まあ、終わってしまったわけですね。まあ、しかし私はこれを見逃すことはできなかったね。これ2度あのドラゴンフライさんの手紙書いたんですね。1度目はあのちょっとこの分析ってことは難しいってことを書いたんですけど、2度目にこれ見つけてからは、見つけてか後はね、これはと思いましたですね。でもう一度このUFO をですね、皆さんに見ていただきます。今度はコマで見ていただきますね。一コマごとにコマに撮ってました。こういうふうに映ってるわけです。これで本当に伝統の母さんみたいになるんですね、これ。そしてまた形を歪めて細長くなって、そしてすっとけば、まあ、一つ小さい UFO が残ってましたね。でこの最後の赤いのは、これは太陽光線の晴れ、まあ、分かりませんね。何があったのか、2基あったのに1基に消えてますからね。こうやって初め2基になってたでしょ。それがその1基になるんですよね。どういうことなんでしょうかね。はい、まあはい、何があったか分かりません。でもう一度これがまあ綺麗な形してますから、拡大しています。まあ綺麗ですね。よくブラジルのフェイク写真、フェイクが動画がありますけども、それとはもうはるかにっていうか、全然もう信憑性の高い UFO 画像ですね。まあここまで見て、私はこのタイプの UFO を見たことないというのは、まあ、分かりませんけども、
まさに UFO だというふうに判断しました。Thank you very much, Miss Dragonfly Triple One Cute. I definitely say that these are UFOs. Thank you very much for sending me such a footage, and I have enjoyed it very much. These are definitely UFOs. Thank you very much.